還付金詐欺は犯人が市町村、税務署、年金事務所の職員を名乗り、医療費、保険料の過払い金、未払いの年金がある、お金を受け取れるという電話をかけてきます。被害者が犯人の指示通りに ATM を操作すると、犯人の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。犯人は払い戻しには期限があると言って被害者を焦らせ、今すぐ携帯電話を持って近くの ATM に向かってと指示をしてきます。還付金がある、 ATM で手続きができるは詐欺、 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。電話でお金の話が出たら一旦電話を切り、家族に相談しましょう。家族の絆で勝つ。ストップ還付金詐欺。